今の時期なん。お前旗出とるやん。これを登らなあかんの。そうやね、登ってまだあるね。だからしんどいから、そこの登ったとこで待っといて。へこいた、うん、こいた分からんなんで分からん。絶対こいたやん。まだ匂いすんねんけど。もうそれはここの匂いやん。いやんな。いや、どっち？ずっとプププププできひんやろ。こいてへんよ。ほ、え、じゃあほんまにどっちなの？ちゃう。あ、ちゃう。どうぞお待ちください。はい、100円の戻しですね。こっちからやんな、ルート。こうやね。あ、これよう見たことあるわ。竜の口の中にもおんねん。ほんまや、ちっちゃい竜が。これ、あ、ほんまや、ちょっと待って俺見て、そうだ、京都行こうと。すごいな。これなかなかコナン伝わらへんな。これ伝わらへん。何やろ、ここの。うん。でもすごい感動が普通じゃないや。うん。前はあの鳥がなかったのよ。ほんまに？ほんまか？絶対なかったと思う。覚えてんの、こんな。覚えてるわ。なかったわ。見せ方が可愛いな。うん。おしゃれで。うん。でもほら、ほったら。いいやろ。違う違う、なんかヒノキこれ、うん、そう、木のいい香りが。足腰健康じゃないとしんどいな。書いてあるの、車椅子は無理です、うん、今お世話になっている方々へ感謝の念を込めて鳴らしてください。靴下やから余計に滑りそうよ、うん、スルーンって滑り止めいるな、ここ来るとき靴下。俺絶対1日1人はこけてるよな、間違いなく。3人もこけてる。うわ、すげえ。ほら、うん、綺麗。身も心も美しく。かしこまります。いやいや、もう。カエルの生息地。これ。ほら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 。上に。うわ、すげえ。うん。今日もいろいろ柄が違うもんね。へえ。三室戸寺の方がズワーっていう感じはあるけど。そう。こっちはこっちで、なんやろ、かわいいというか。かわいい、映え系。うん。お待たせ。お待たせ。今これか、アジサイウィーク。うんうん、で、紅葉ウィーク。新緑。前は新緑か。ほんまや、これなんかあんま見たことないかも。
たことあるかな、ないかな、なさそう。何周すんの。あ、書いてあるわ、ほんまに。血の輪くぐり。あ、それ通りやってるんや。すごいな。あ、これ食べたやつやん。クリーム大福。これめちゃめちゃ美味しかったやん。あ、完売やん。値段見たとき高っ思ったけど、うん、食べて納得という。いや、みたらしより塩大福の方が好きやな。これやっぱ贈り物でいいよな。パッケージが様になるし。あー、これ大好き。チョコな。ご飯系もあんねんな、ちょっとした。アナゴ食べる。私これ、雑煮、抹茶ゼリー、わらび餅とか。うわ、抹茶パフェ、かき氷とかいいな、うん、今の時期。あんみつね。これやっぱりこれ。あ、これだ。これや、都道のかき氷しようかな。みんなかき氷して、みんな一人パフェして。抹茶かき氷、抹茶のかき氷単品でよろしくございますか。はい、単品で、はい、と抹茶パフェ、抹茶のパフェを単品で一つと、と抹茶のゼリー。はい、タキさんあるやろ。いやな、あのな、伏見の方を言ってるわ。 あれも小倉山荘あるやろ。そうやね、伏見の方を言ってるわ。あ、ここはここないかもしれん。失礼いたします。蜜が薄くなってまいりましたら、こちらの抹茶蜜をかミルクをかけて召し上がってください。はい、ございます。贅沢な日を送って。ん、贅沢やな。え、今日やろ、贅沢。あ、いや、何、羨ましい。食べる。こんな子、美味しいでいう感じでミルクをくるくる回してもこみじみたいしゅってあげられたら、何や、もう何かムカつく。一番最初にお中元お歳暮を送るのはいつもここで決めてんね。うん、確かに外すようないような。うん、で、小分けしてるし誰かにまたあげられるやんか。確かに、うん、すごいわ、ふわふわ。いや、ふわふわすぎひん。いいザクザク感。最近ふわふわ主流やん、うん、そこまで好きちゃうねんな、うん、わかる。ちゃんと古臭いかしらんけど、かき氷感が欲しい、ね、っていうのが欲しいやろ。夏場はそっちのほか、うん、平日ごというのいいな。ずっとその生活やから、待たずに、混まずに。正月休みとかも一番人多くて一番高い時にみんな旅行行ったりする、うん、それがもう考えられへん。もう考えられへんでも仕方ないけど、仕方ないねん。美味しかったわ。一服いうの大事やな。このあえて熱いお茶出すいうのがいいわ。手入れようしはんな、うん、やばい。またやってるやん。またやった。しかおんで、あ、うまいや。
ありがとうございました。お疲れさん、今日は贅沢な一日でした。みんなもうこれ以上食べたらさ。